おっしゃ、それではときメモ GS ですね、続きをやっていきたいと思います。残すところこの2月で終わりということで、まあ今回最後までいけるかなと思います。なのでね、泣いても笑ってもこれで1周目が終わるっていうことなんで、どうしよう。まず運動。はい、なんだ、え、あー今日はいい天気。あれ、あそこにいるの K 君。こらやめろ。どうした？くすぐったいだろ。あ、もしかして花椿先生に舐められてる。なあお前たち。お前たち。こいつも仲間に入れてやれよ。腹減らしてるんだ。理事長と花椿かな。K 君一体誰と？猫ですね。あら、にゃんこ。あ、猫の親子だ。可愛いな。抱かして。チュール持ってるよ俺。こら。あ、ワカメ。え、じゃれてないで、ちゃんとミルクもらえ。あ、猫の名前ワカメっていうのそれ。子猫の名前でもどうして私と同じ。ってことはそっちのは昆布とか海藻系で名前つけてんのかな。本当にそっくりだ。マイペースでトロいとこ。え、俺と、う、ほらお前も自分から仲間に入っていけ。仲間に入れっていうか、みんな仲良くしてやってよ。ワカメも入れてやって。一人で生きてくのって結構きついぞ。うちで飼おうか。ケイ君、にゃんこ抱かして。うん、バレちゃう、隠れろ。めっちゃ照れてる。しかもなんだかんだなんか下の名前で呼んでくれてるし。うん、あのケイ君、じゃあお前こいつ見てろ。はい、チュールあるよ俺。え、俺猫用のミルク買ってくる。え、あ、ミルクケージとかいらない。ケージも持ってるよ今。ああ、ちょっとケイ君、にゃんこ、どっちがマイペースなんだか。でもケイ君なんだか寂しそうだったな。にゃんこは？もうちょっと今の下りを。なんだ今度は。ちょうどよかった。あ、おっさん、なんだよ。あー、天橋さんどうしたんですか。今度の日曜日だが、ちょっと待ってよ。用事はないけど、特に、まあデートじゃないかもしんないしな。学校のなんか行事の何かがあんのかもしんないし、用事ない。それなら臨海公園にあるショッピングモールに出かけてみないかな。なんか買ってくれるんすか。え、よ、まあ一回は行ってみますか。じゃあ決まりだな。マジっすか。じゃあ今度の日曜日、新羽ばたき駅で待ち合わせですね。ああ、楽しみにしているよ。マジでか。意外とグイグイ来るな。やった、天橋さんとデートだ。まあお昼ぐらいはおごってくれるでしょう。はい、オッケー。運動も少し120にはなった。あ、そういえば明日って誕生日間際だから。何言ってきたの。プレゼント買いに行くじゃ。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。あの人何がいいの、何を買おうかな。ときめきメモリアルの刺繍、乾き物詰め合わせ、名刺入れ、まあ名刺入れかな。でも意外とこれだったりすんのかな。いや、わからん。まあでも名刺入れでいいんじゃない、大人だし。プレゼントもちゃんと用意したし、明日は頑張って渡すぞ。別に明日じゃなくてもさ、明後日どうせ会うんだから。意外と学校どこにでもいんねえ。あの天の橋さん。おや、どうしたんだね。今日あなたが生まれた特別な日ですよ。あの、これ誕生日のプレゼントです。これは嬉しいな。誕生日を覚えていてくれたんだね。はい、開けてみてもいいかな。でも俺あなたからプレゼントもらってない。はい、なるほど、なかなか素敵なプレゼントだね。理事長名刺持ってますよね。大切にするよ。本当に、あ、気に入ってくれた。やっぱときメモの刺繍の方が良かったかな。はい、運動も上がった。
週バッチリ頑張ったよね。はい。最近痩せたか。スタイル良くなったような。そう、腹結構出てきたと思うんだけどな。やったね。んで、今日が理事長か。で、これちょっとセーブしとこう。そうしたらじゃあデートですね。で、服って何がいいんだろう。ピュア着とけば間違いない。で、上羽織って、あ、これだと上着れないから、これで上着て、なんか、何がいいんだろう。普通にマフラーでいいかな。まあ、これで寒いとは言われないでしょう。電車で行くのっていうか、ここだよ。いるよ、先に。はい。ごめんなさい、遅れちゃって。構わないよ。私も今着いたところ。これで遅いって怒られたら大人でなさすぎるもんな。うん、趣味がいいね。あ、ピュアが好きなんだ。え、この格好のことですか。ああ、可愛らしいよ。恥ずかしいよ、なんか。天の橋さんってこういう服が好きなんだ。勉強になります。でもそう考えると氷室先生何も言ってくんないんだよな。で、よりによってこの店？どうだろうか。君によく似合うと思うよ。買っていただけるなら何でもいいですよ、もう。わあ、素敵。うん、どうしようかな。それはちょっと、まあ、わあ、素敵でいいんじゃない。よかった。二人は趣味が合うみたいだね。やかましいわ。買ってくれんの？ただ、見ただけ？今日は誘ってくださってありがとうございます。すごく楽しかったです。私の方こそ充実した時間を過ごさせてもらった。楽しかったよ。ありがとう。まさかいきなり声かけられると思ってないからな、こっちとしては。もうこんな時間だ。家まで送るよ。なあ、もうどうせだったらなんか焼肉とか食って帰りません？は、はい、ありがとうございます。まさかまさか、ほんとありがとうございます。わざわざうちまで。構わないよ。じゃあまた。はい、また学校で。天の橋さんに家まで送ってもらっちゃった。これ親御さん見たらいろいろ心配するんだろうな。でも氷室先生はどう思うんだろう。そしたらで、そしたら今週もう一回魅力行きたいね。で、誰？あ、有沢さん、一緒に帰ろう。志保ちゃん、はい。あなたも今帰り？私今帰りね。一緒に帰ろうよ。いいわね、帰りましょう。意外とちゃんと帰ってはくれるんですよね。うん、帰ろう。で、志保ちゃんと楽しく下校した。もうすぐ卒業ねみたいな話はしないんだな。はい。学力下がっちゃうかな。なんだ？あ、氷室っち。氷室っち、どうしたんですか？いらっしゃいませ。あ、お客さんですね、じゃあ。あ、いらっしゃいませ。今日は。安心しなさい。ただの客だ。ホットコーヒーを一杯もらう。ご一緒にホットドッグもいかがですか？で、どうしよう。魅力が1しか上がんなかった。で、今日祝日なんで、もう一回魅力言っとこうかな。はい。あ？なんだなんだ、今度は。さてと、今日も一日無事に終了。あ、そろそろバレンタイン、あ、バレンタインか。やばい、セーブしときゃよかった。どうしよう。いらっしゃいませ。え、さてと、どうしようかな。そしたら一応高級チョコ買って、はい、これも買う。で、家に帰ってチョコ作ろうじゃ。はい、よし、家に帰ろっと。んで、一回、あ、セーブできる。セーブしよう。んで、今日一日どうしようかな。もうストレス乗り切れっかな。一回学力、やばい、運動下がった。さあ、朝の5時過ぎ。なんで朝になんないと作んないんだろう。何か忘れてるような。そうだ、手作りチョコどうしよう。もう買ったその時にさ、作りゃいいのに。はい、手作りチョコ作る。やっぱり本命といえば手作りチョコ。よーし、頑張るぞ。
まあ何回かやってるからね、もうルールも分かってるんで、ここはねちょっと時短で飛ばしちゃいます。はい、それじゃあいくよ。はい、次。はい、次。はい、次。はい、反転したのが出てきたらやばい。姉ちゃん頑張れ。はい、次。はい、次。はい、残り半分。あ、反転してる、これも反転してる、これは普通、これ反転してる、あとちょっと普通。反転してるかどうかの判断がむずい。あれ、やべ、ラスト、これ反転してる。はい、これでも上手にできたんじゃないですかね。あ、よくできましたで止まっちゃった。まあいいや、チョコ作り直、これ関係あんのかな、作り直しますか。じゃあこれ反転完璧じゃないですかね。こんで大変よくできました。オッケー、これをヒモロッチにあげよう。じゃあよし、上手にできた、渡すのが楽しみ。あ、もうこんな時間、これじゃあ一休みもできないよ。あ、じゃあもうすぐ行く。オッケー、そしたら一回セーブしよう。んでどうしよう、一回もう一回運動行っとこうかな。あ、そうかそうか、こんでもう今日渡すのか。え、姉ちゃん起きてるか。おい、一休みしてる時間ないって言ってたじゃん。こら、つくし、ノックぐらいしなさいっていつも言ってるんでしょ。せっかく気持ちよく朝を迎えて。気持ちよくね、これじゃ今年も遅刻だね。もう毎年のことだね。いけない、今日はバレンタインデーだっけ。まったく、毎年毎年ほんと懲りないよな。急いで着替えてんのかな今。早く支度して学校に行かなきゃ。で、まああげるのはギリチョコはね、じゃあ小僧でいいかな。はい、ギリチョコはやっぱり日比谷くんかな。さああげるよ、日比谷くん。あれ、どうしたんですか。バレンタインのチョコ。はい、バレンタインのチョコレート。ありがとうございます。喜んでくれたよ。日比谷くん、お返し期待してるね。任しといてくださいって言いたいところっすけど、プレッシャーですね。なんでもいいよ。まあこんなもんだよね。んで高級チョコは K 君。はい、高級チョコはやっぱり K 君。まあたくさんもらってるでしょうからね。どうした、なんか K 君照れてない顔。はい、これバレンタインのチョコ。俺に。はい、あなたに。うん、K 君の好きそうなの選んだんだけど。高そうだな、無理したろ。いや、お小遣いは結構今溜まってるんで。ちょっとでも美味しそうでしょ。ああ、これあげるぞ。うん、開けて。お前も半分食べろ。なんか優しくなった K 君。よかった、喜んでくれたみたい。さあいよいよ大本命。さあ頑張って作った手作りチョコあげるならやっぱり、ま、理事長でもいいんだけど、ヒモロッチ。やっぱり手作りチョコはヒモロッチでしょ。まあもう受け取ってはもらえるでしょ、さすがに。ヒモロッチ。どうした、質問か。質問じゃない、いいえ、これバレンタインのチョコレートです。教師に送るチョコレートは職員室脇のチョコ受付箱に入れておく規則だ。はい、規則なのは知ってます。後で教員全員に公平に分配される。はい、知ってます。貸しなさい。でも受け取ってくれるのは分かってるから、お願いします。やった、優しくなったなみんな。はい、運動130いけっかな。やばい、魅力が下がる。上がった。
魅力が下がった。131いけそうだな。もうあと1週間か。ちょっとね、長めの動画になっちゃうかもしんないですけど、お付き合いください。セーブしよう。そうしたら最後どうしよう、もう一回運動行く。はい、130になった。そうしたら今回魅力行こう。はい、できれば110、学力下がんないで。なんだ、さあ今日はいよいよ、あ、受験か。進路はどうするんだっけ。ああ、就職ね。でもまあ大学行こう。よし、大学を受験しよう。どこの大学を受けようかな。まあ二流大学でいいんじゃないかな。やっぱり普通が一番。見流れ大学に行こう。あ、受験してますね。全力を出して頑張るぞ。どう？あ、バッチリとかはない。てかもう卒業テストもなかったですもんね。はい。え、こんでもラスト。泣いても笑っても最後なんで魅力いこうかな。はい。やばい、運動が。最後運動。へい。学力が。あ、ヒモロッチだ。一緒に帰りませんか。ヒモロッチ、最後に一緒に帰ろう。どうした、今帰りか。帰り、一緒に帰りませんか。よろしい、ついてきなさい。はい。車、あ、車だ。季節はもう春だな。ですね、花粉の時期ですよ。どうしちゃったんですか、ヒモロッチが季節の話題なんて。どこか故障ですか。君は私をロボットか何かと勘違いしていないか。思ってるね、ワカメね。そんなことありません。君も卒業だ。はい。いつまでも私の生徒ではない。そうですね。はい。3年間お世話になりました。そうだな。君には本当に世話を焼かされた。うん、あ、これもしかして何？卒業イベントというような、あ、なんでただのというようなことを話しただよ。で、卒業式来た。どうなっちゃうこれ。やばい、緊張する。羽ばたくよ、羽ばたくよ、ワカメ。それでは諸君、これが私から諸君へ送る最後の言葉です。理事長からの遺言だよ。胸に希望を持て。はい。希望を捨てなければ諸君は決して負けることがないのだから。いい言葉。人生は時として諸君を打ちのめす。はい。絶望に打ちひしがれ、全てが虚しく思えることもあるだろう。そんなことしかない。しかし信じてほしい。はい。諸君にはこの学園で養った大きい翼がある。漏れてない翼、大丈夫俺ある。私は信じている。はい。諸君が自らの翼でどんな困難をも乗り越えていくことを。どうなっちゃうんだろう。今諸君の目の前に未来は無限に広がっている。こっからの流れが分かんない。羽ばたけ、羽ばたこう。前ネリベだとこんでなんか卒業パーティーがあって、そこで決着つくんですよね。放課後の教室、これ今日でこの学園ともお別れか。誰か来て。3年間本当にいろいろなことがあったな。やっぱりちょっと寂しいな。教会に行くのかな。そんでどう、教会行く。教会来るね。ここで全てが決まる。そういえばこの教会、入学式の時は扉に鍵がかかってたって。入れんの。開いてる。あれ、開いてるみたい。誰もいなきゃ終わり。いたら、やばい、超緊張する。中はこんな風になってたんだ。不思議だな、初めてのはずなのに懐かしい。誰も来ない。え？あ？絵本？夢じゃなかったんだ。遠い国へ旅立つ日、悲しみに打ちひしがれる姫に王子はこう告げました。はい。私はこれダメだった感じ？なりません。でもどうか悲しまないでください。どうなっちゃう。私の心はあなたのもの。はい。
たとえ世界の果てからでも、いつか必ず迎えに参ります。迎えに来てくれる誰か。見て、あの窓、ステンドグラスって言うんだ。額があるね。この本のお話と同じだ。はい。どうなるどうなる、もったいぶるね。この教会なんだ、きっと。あ、この学校の教会？もう行かなきゃ。どういうこと？うん、続きはまた明日？うん。ダメな。じゃあ、明後日？もう、しばらくここには来られない。悲しいね。どうして？外国に行くんだ。父さんの住んでる国。はい。遠い国？とても遠い。え？いつか、俺、お話の続きしてやる。まあ、それがケイ君なんだろうなってのは分かったけど。王子様は教会の姫様とまた会える？ああ、王子は必ず迎えに来るから。誰も来なさそうなんだけど、なんか今どうなんすかね。超緊張してる今。泣くなよ。泣きそうだよ。約束。はい、約束。あの時の男の子、やっぱり。でも、きっともう覚えてないよね。誰か来た！誰？誰？たまちゃん？お？ケイ君？ケイ君？え？ここにいたのか。はい。え、ケイ君行けた感じ？泣きそう。だって私、姫、私はこの深い森を抜けてやってまいりました。マジで？再び巡り合うために。最後全然デート。あなたを迎えに来たのです、ケイ君。その本の続き教えてやるって約束したろ。はい。うん。泣くなよ。うん。ケイ君、いつ思い出したの？入学式の日。早い段階だな。教会の前でお前を見つけた時すぐ分かった。だったら言ってくんない？お前、あの頃とちっとも変わってなかったから。マジか。そうかな。ああ、あの頃と同じ幸せそうな笑顔だった。まるでこの教会だけ時間が止まってるみたいだった。じゃあどうして今まで？言い出せなかったんだ。はあ。俺はあの頃の俺とは違ったから。結構変わってない。黙っている方がいいんじゃないかと思った。なるほど。そんなこと。でもお前はやっぱりあの頃のままで、うん、笑ったり怒ったりしながらどんどん俺の中に入ってきた。あの頃のまま、俺が欲しくても手に入れられなかったものをみんな持っていて。マジで？それを少しずつ俺に分けてくれた。はあ。でもお前と会うと、俺どうしてもうまく言えなくて、言葉にしてしまったらまたお前が俺の前から消えてしまうような気がして。うん。だけどこのままじゃ、このまま卒業してしまったら永久にお前を失うことになる。俺もうお前を離したくない。だから迎えに来たんだ。来てくれたよ、ケイ君。私もごめん、ここで何フルとかあんの。え、もう受け入れよ。私もケイ君を、私も心の中でケイ君が来てくれること
知ってたような気がする。今のこの気持ち、きっと俺うまく言えないから、きっと言葉じゃ伝えられないから。うん、これなんかくれんの、綺麗、私のために。ああ、クリスマスに渡そうと思ったけど、 あ指輪間に合わなくて。うん、これクローバー。旅から戻った王子は何も持っていなかったけど、クローバーの指輪を姫に渡して誓うんだ。うん、あなたは私の心の幸い、二人は今永遠に結ばれたのです。やばい、マジで泣きそう。永遠に、永遠に。よかったね、ワカメ。愛してる。でも先生は、俺たちの永遠を、うん、ここから始めよう。始めましょう。マジか、まさかケイ君来てくれると思わなかった。ごめん、ずっとデートを誘わなくて。こうして本の中の王子様とお姫様に導かれるみたいに、私たちはもう一度巡り合いました。この教会で小さい頃から時々夢に見たこの教会、もしかするとこれからこの教会を訪れる人たちにとって、私たちが物語の王子様とお姫様になるのかもしれません。よかった、本当に。卒業後、私は志望通り二流大学に入学、 K 君は一流大学に入学。一流大学を選んだ理由を聞いたら、ケロッとして家から一番近いからって。やっぱり K 君は相変わらずの K 君みたいです。なるほど。でもマジで先生とか日比谷君来なかったな。これからの私たちはそれぞれの道を歩むことになって、一緒に過ごす時間は今より短くなってしまうかもしれないけど、でもきっと二人なら大丈夫です。王子様とお姫様は永遠に結ばれるものだから。で、あ、ほんでエンディングですね。ただこれ多分またエンディングがビーズの曲なんで、著作権的にあれだと思うんでね、多分楽曲を差し替えていると思います。いや、ほんとワカメおめでとう。でもまさかのケイ君でしたね。あんだけヒムロッチに絞ってくるとかって言っておいて、なんででもケイ君いけたんだろうな。もう途中、まあ確かにね、最初こそヒムロッチとケイ君ね、どっちにしようか決めあぐねて、まあケイ君もね狙ってはいましたけど、途中でね、あのビリヤードの下りですかね、あの辺でまあケイ君ちょっと諦めようかなっていう気持ちになり、それからもう全然デートにも誘ってないし、なんなら爆弾すらつかなかったから、もう何も思われてないのかなって思ってたけど、まさかケイ君来てくれた。いやでも危なかった、泣きそうだった本当。あの曲と相まって破壊力がえぐい。いやでもまあとりあえずね、これでまあ攻略対象キャラを攻略できたっていう意味では、まあクリアっていうことでいいのかな。なので一応ね、あの次回からはリクエストもいただいてる、あのセカンドキスですか、まああの GS2 をね遊んでいきたいと思いますが、まああんだけねヒモロッチヒモロッチとかって言ってて、狙ってたキャラをね攻略できたかっていうと、そういうわけではないので、多分ケイ君のね、一枚絵取りっぱぐれてるやつはいっぱいあると思うんで、だからそういう意味ではまあこれで2やって3やって4やってってやったら、まあ、またこの1に戻ってきてね、まあ、ちゃんと今度は狙ったキャラクターを攻略できるようにねしていきたいと思います。でただやっぱりマイネリベをね遊んでいたこともあって、まあ無事攻略できたのかなって、まあ多少ね経験は生きたかなと思いますね。ただやっぱりマイネリベと共通して言えることは、このステータスパラメーターありがだいぶシビアですし、
まあ、ただ爆弾システムはこっちの方が優しいかな。あっちマイネリーベの方はね、あの女友達にしか爆弾つかないですけど、息をするようにね、もういつの間にか爆弾がついていて、で爆発した後にね先生が教えてくれるんですけど、こちらはあのつくしボーイがね爆発する前にとりあえず爆弾ついたら教えてくれるんで、それから動いてもなんとかなるっていう意味ではまだ優しかったかな。ただステータスは上がりにくい印象なんで、一応定石としては一番いい立ち回り方としては、あの視聴者さんのねあのアドバイスもいただいたんですけれども、1年目でステータスとにかく上げて、で2年目で思いっきりデート重ねて好感度上げて、3年目で爆弾処理みたいな、一応そういう流れがね理想らしいんですけど、まあ僕の場合はね最後パラメーター上げに専念をしてっていうやり方だったんですけど、いやほんとなんとか、もう誰も来ないと思ってたから、これダメだった場合ってどうなっちゃうんだろうな。あ、アイアイ傘書かれてますね。いやでも面白かった。ただ本当この乙女ゲーム系は難しいと思いますね。今まであのシナリオを読み進めるノベルタイプのね日暮らしみたいな、ああいうのはやったことあるんですけど、こういうパラメーターありて好感度ありてっていうのはあんまり経験がないので、まあ、無事1周目でK君攻略できたっていうことで、まあ、大成功じゃないでしょうか。いやほんとよかった。でも先生はちょっと悔しいな。先生と結ばれるエンドっていうのもねやっぱすごい気になりますよね。あれだけお堅い先生がだいぶ出れてくれてたんで、もし攻略できてたら K 君出てきたみたいにあの扉が開いて先生出てくんのかな。で画面真っ暗になったけど、これでエンディングも終わりですかね。はあ、ステンドグラス、いや本当ワカメ K 君おめでとう。楽しかったときメモ GS。 はい、まあそんな感じでね、もうほとんどエンディングの方でお話ししてしまいましたが、一応、まあ、まさかまさかでしたけど諦めた K 君がね、来てくれましたので、一応これでときめきメモリアル の、 あのガールズサイド初代としては一応まあクリアにはなるんですけれども、まあおいおいね氷室先生とか、まあ、日比谷くんもね可愛いところありましたし、また他のキャラもね、攻略していきたいなと思います。まあ、ただあの一応視聴者さんの方からも今あのときめきメモリアルこのガールズサイドは4まで出てるっていうことで、まあ、そこまでねぜひあの遊んでみてくださいっていう風にコメントもいただいてますので、まあ一人まず攻略一応ねできたので、次回からはガールズサイドの、2ですか、そちらを遊んでいきたいと思います。まあなのでね、また一旦この初代としては一旦終了になりますけれども、まあ完結とはさせないで、またどこかの折でねあの他のキャラを攻略していきたいと思います。いやもう最後ドキドキだったわ。というわけでね、ほんと長い動画になってしまいましたが、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。初代ガールズサイドとしては一旦終了になりますが、次回からそのガールズサイド2をね、遊んでいきますので、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回また GS2 でお会いしましょう。はい、バイバーイ。やめようかな、部活。だ意欲しかなかったからフライングしてんでしょうよ。すんごい格好だね、ケイ君ね。爆弾やっぱあんじゃねえかよ。いやね、猫の、いや忘れてた、あなたが言っちゃいけないと思うんですけどね、チュール持ってるよ俺。ここで全てが決まる。タマちゃん、あっケイ君